今日も始まりました炎のディスクコマンドでございますぞ。響くね、2人しかいないから前回に続き前回ね、あのセルバンの、後編の後編セルバン恐ろしいですねセルバンとかもだけどいやね、あの我ながらね売ってもいいぐらいの情報量ですだってね今その1本目取り終わった後、なかなかこう手応えを感じてましたもんいやたっっ台本をね俺あんまり何にも考えないけどの意外に喋れたなと思っていや完璧にまとまったじゃないですか、ね、なぜ梅くんに俺が恋愛のことこんな熱く喋んなきゃいけないのかっていうねなるほどっつって素敵ですっつって恋愛最高ほわーんとするからねでも今度は一変して一変して、はい、今回は、ヒトラーの忘れ物よこどこでやったのかな多分銀座の本当にシャンテとかなんかそのあたりのね、ちょっとあの意識が高いおば様とか、あとこうなんかそういうドッカンドッカンじゃない人が映画がちょっと苦手っていう人間ドラマが多分2017年公開ですよね。そうはね、うん、一応あの今日は2018年5月18日、うん、まだ公式サイトは残ってました。ああ、まあまあね、まだまあ一応まだ売ってるでしょ、やってるでしょそれは、まああのこれも、ヒトラーの忘れ物みたいな、なんかちょっとなんか、なんか何が言いたいのかなみたいな正直言って、まあ、でも映画見たらまあなんか一応なんかちょっと気の利いたタイトル、正直言ってマーケットを考えていろいろ考えて危険な匂いと、ね、あとそんな俗っぽくないようにないようにと思って、まあいろいろ頑張ってつけた名前だと思うんですけど、現代結構ストレート、まあ英語はランドオブマインド、まあ言ってみればこれ地雷撤去映画まあ地雷撤去映画っていうと俺たちは室賀篤の地雷撤去だありますね、まあ、まずね、まずボツになったかっていうのは、ちょっとまたね、このなんでその通常会でやんなかったかってことですかね、そう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 、まずいろいろとね、地雷について調べたわけです。もともと爆発物映画として大好きなんで、なんかこういう世代ですから、まあ、戦争映画とかって、私の世代でいくとやっぱりこの爆発物になってくるとやっぱコンバットとかねサンダース軍曹が行く、なんかこういうところでハッてカチッとやばいなんか踏んだっつって動くなってなんかねで一歩間違えるとドカーンとかなんかそんな感じでゲラゲラ笑ってるみたいな人間なんで地雷映画じゃん最高じゃんとかなんか地雷って花火よっしゃーやったみたいな地雷だーっつって地雷こういうかなんかね銃剣とかそういうなんか棒でこうやってカツンと地雷が見つかりました大好きだからいやお地雷映画久しぶりじゃんと思ったからねまあその前で言うとまあもうなんか適当に喋るけど、まあ、ハートロッカーとかね、あもうこれは地雷じゃなくて、まあ、あの即席爆弾、爆発物をこうやって処理するみたいな感じで、まあ、だから基本的にやっぱり梅君もそうかもしれないけど、やっぱりなんかそういった仕掛けられたものとかいや言っちゃいけないところでカチッとかカチッボカーンとか大好きなわけですよ。これで見つけたらこれでよしこれで俺は生き残るぜカチッドカーンとか、ね、大好きなで地雷映画いいじゃんいいじゃんと思って調べ始めたんですが、はい、また地雷がねやっぱねダイアナ妃みたいなのがあるじゃないですか似合うの、まあ、地雷撤去たまにダイアナ妃ささくみたいなのがありましたけど、まあ、とにかく地雷っていうのを真面目にねいろいろ調べると、まあ、正直言ってドッカン万歳って映画じゃないわけで、はい、地雷自体がもう YouTube 見ればいい、もう調べると分かる通り地雷なんてものは全然なんかね防御とか、なんか各国のね地雷というのはやっぱり有効だからとかやってますけど、組織化された軍隊に関して地雷なんて全く意味ないんですよ。だから、もう地雷を処理する機械とかそういうのあるし、あとある程度車両が通れる道を切り開いたら、別にもう今組織化された軍隊が相手の場合別に地雷なんて何の脅威もないんです。あと何人かドカーンと足吹っ飛ばされたってまあ軍隊であればしょうがないねでおしまいなんですよ。なんかもうそれで抗争してで病院線なり病院を送ってそれで以上おしまい、でどんどん進撃できるやつ、別にね今だったらいっぱい空飛ぶもんだってあるわけだし、別にもう地雷があることによって何かって実際は昔からイメージするなんかもう米ソが相打つみたいな戦争があった時ってそれは正直言って意味ないんですよ。別になんか
地雷なんて、うん、だけどやっぱり地雷ってものを調べていくと地雷の何があの一番効果があるかというと普通の私たちが日々暮らしている生活を破壊することに一点においてのみ地雷ってのは最強の武器なんですよ。だから、うん、まあ、カンボジアとかね、まあ、地雷撤去隊とかありますけど、まあ、ボスニアヘルツェゴビナとかもういろんなところで地雷がね、あの東南アジアとか埋められてますけど、うん、そこ行って組織化された軍隊であれば大体マッピングしてそこで、まあ、あの戦争が終わったらそれを撤去みたいなことが、うん、訓練された人間がいればどんどんもう何年後でもできるんですよ。あの慣れた人間がいれば、ただもうそういったゲリラとか反政府ゲリラみたいな人間がうわーってことで、あ、もう正直言ってもうなんか、ね、あの安く買えば本当1個あたりも数ドルぐらいで買えるらしいんで、うん、ゼラエなんて、うん、でそのもおいいじゃんいいじゃんいいじゃんってボン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 売ってだけどやっぱそういった組織化されてないもの同士が戦った時に地雷っていうのは補給路だったりとか、うんうん、捜索する時に置くと超やばいんですよ。で非常に困りますよ、ね、でなおかつマッピングなんてしないんで戦争が終わったりとか一時停戦した後に誰も撤去しないんです、うん、そうかそうか、うん、だからそこにあるってことを誰も知らないで、そこのところで怖いのは東南アジアで分かる通りね、私たちが暮らしている町だってあの定期的に市とか区がちゃんとあの雑草やってくれなかったらメキメキ夏になればこうやって草木が生えるもわーってなるときにその下に地雷が埋まったままなんですよ。そうですね。でしかも地雷っていうのはゲリラとかそういうねあのもう非正規兵が戦う者同士になると、うん、まあ、そこに住む人たちの嫌がらせみたいな、あとはそこの人たち の生活のために通ってるところに地雷を埋めるんですよ、生活を嫌がらせするために。で結局処理するやつもちゃんといないところで、それで戦争が終わりました。だけどそこに住んでいた人たちは戦争が終わった後に、だってまあ戦いが終わったから他に行っても別に自分たちの所持じゃないから戻ってこざるを得ないわけですよ。そこ行って村があります、まあ村はいいとして、じゃあ水なんていう汲むようなところで水場に行くまでに地雷が埋めてあったらもうそこ危ないと思っても行くしかないんですよ、うん、私は。そういうところで結局兵隊が足を吹っ飛ばされるんじゃなくて普通の老人お母さん子供が足を吹っ飛ばされるんですよ。でしかもあの地雷でそうやってバーンっていってまあなんかね、あのもちろんもう体の足の一部がなくなるってことも悲惨なんですけど、やっぱ結構足の上までなんかこうやって切ってるような方が結構多いなと思ったんですけど、結局爆発されると何が起こるかというと爆発された瞬間にあの吹き飛ばされる以外に肉がこうやってなんか爆風で体の内側にめり込んで、で土とかそういうものがどん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 あの肉の奥の奥まで行っちゃうらしいのね。そうすると感染するんでもうちょっと上の方から上の方までバッサリ行っちゃう。でそれで足があのもう結構太ももからちょっとぐらいのところで足が行ったりとか、そういうでそれであの義手とか、うん、やったりとか、まああとクラスター爆弾みたいなこと、ね、あの埋めないであのなんかおもちゃみたいな形が落ちてて、それが触ってバーンと腕が飛んだりとか、うん、まあそれはまたあるとやっぱりあの調べれば知るほど調べるとなんか地雷最強ワッハーとか言ってるのは、まあ、それはどうなのかなそれはそうなんですけどねということが理解した上でエンターテインメントとしての爆発物地雷が面白いなって話をここからしようということですか。念をしておかないと怒られちゃいますからね。まあとにかくね、地雷もね、こういう昔から戦争映画で地雷踏んでカチッとか言って動くなとかってじっとしてろバーンバーンって、よし石を置くぞ、ちょっとずっと動けて、まあ、そういうので育った人間なんで、あとねやっぱ運が悪いやつが爆発するみたいな、それどれでギャーみたいな死ぬから、まあ、まあ昔からね大好きだったんで、なんかね、いやだってその、ね、今回これねまず見といておけれっつって見ましたけど、これ別にエンタメ路線じゃないじゃん全然これ作品自体もすごいハードな作品で、あのデンマークが本当にこの映画なんで作られたかというと、21世紀に入ってようやく第二次大戦中の地雷が全部撤去されたのね、やっと終わったんだって、やっと終わったのずっと掘ってたって、ずっとやったので一部はだから21世紀に入っても一部は地雷とか爆発物が埋まってるから入っちゃいけないエリアがデンマークがあったらしいのに、でそれがようやくそれがあの全部もうデンマークはどこ行っても普通に歩いて安全な町あの土地になった国になったっていうところで、多分まあ実際にその地雷を撤去したっていうのは一体誰なのかっていうことに関して、実はあのドイツ兵のしかも少年兵で全くそういう爆発物に訓練もされてない少年兵が捕虜だったのが、地雷をお前らが撤去するんだって海岸をやらされたってひどい話、最悪の話でしたね。もう何百何千万個ぐらいあのもう世界で言ったら億単位で第二次大戦中で世界中に地雷が埋められてるので、
で、あのデンマークはもちろんそれで、ものの本によると、基本はなんかもう何百名、400、500人ぐらいは多分この地雷を撤去するためになくなってる。で、一番描かれてないけど、フランスが一番ひどいらしいのね。ああそうなの。捕虜を使って、捕虜とかいろんな人が携わって地雷撤去してる。それは何千人単位、第二次大戦中の地雷を撤去するために。で、あとフランスね、占領されてるんで、ドイツ兵っていうのに関しては戦後の保障に関してお金がないでしょ、もうドイツ負けちゃったから。だから捕虜をいっぱい働かされたりとか、あと自分たちが自分たちのフランスを復興するために人、じゃあもういいよお金がないからって、それで戦後保障の一環としてもうドイツ人の捕虜を何万人と入れていろんな仕事させたのね。だからそれで一説によると何千人かはそのドイツ人の捕虜に関しては地雷撤去だけでおいて、もうそれ多分なくなってるだろうという。でもなんかちょっと調べたら、それってあれでしょ、ジュネーブ協定に反してる。関係ない、そんなの知ったことかと知ったことかと、もう負けたらそういうことっていうこと、なんかそういう形でフランスはやられたみたいなのね。あ、うん、まあ実際にあった話ってことで、まあ地雷撤去っていうのはまあこうやってドッカーンという話じゃなくてね、うん、やってる。まあだけど地雷をね、結構なんかこうやって爆発物好きっていうので、まあ、さあ話と地雷の本当の怖さとか、そういうことはいいや置いといて、いろいろとこれに関してはまあ、地雷をいろいろちょっとしてる人に聞いて、いろんな地雷が出てくるので、まあ、そういう意味では申し訳ないけど楽しい。あ、そうですね、こんなんあったんだとか結構そう確かに思っちゃいましたよね。あの木箱のやつとかなんか、そうそう、木箱のやつに関しては、うん、あれは今でも地雷探知機みたいな金属探知に引っかかんない、ソビエトのソ連が結構やり始めて、ドイツも結構あれ使ったので、ね、もう全く探知できないほぼ、うん、木だからねっていう、木だからって感じで、うん、まあ、でも一箇所だけね、うん、まあ、すごく真面目な映画ですけど、まあ、笑わざるを得ないシーンが一箇所だけありますよねポイって投げてドカーンっていう、いしょ、どうこれからとか、まあ、終わったらじゃあちょっと海とかなんか遊び来てない、ういってカーンドーンこのトラックの、ね、荷台に山盛りになったと撤去された地雷が反応して爆発する、スカーンドカーンだけど、ね、申し訳ないけどね、やっぱタイムボカンとかで死んでそうなっちゃうと爆発は笑っちゃうんだよ、だからね、あれはね ずっと真面目にこう静かなドーンでやったけど、まあ、それだけは笑っちゃいました、まあね、セガサターンのね、デッドアライブの感覚ですよ、なんかリングアートのところで、そうそう、スッドーンドカーン大仁田敦の中ね、電流爆破みたいな、落ちた、押すなよ押すなよ、あードーンっていうのがね、そういうのがちょっとあるんでね、いや全然笑っちゃいますからね、デッドアライブ出てくると思わなかったなやっぱね、落ちたらドーンって大好きだから、なんかいやこれもだってね、あそこちょっとギャグ入ってるでしょ申し訳ないけど、あの感じ丘の向こうですごい黒煙が上がってるって、ね、爆発物ってやっぱそういうとこあるんだよね処理、やっぱ映画に関してですよカンドーンってね、やっぱこのパワーがありますね、そう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 、あとね、ブービートラップみたいなね、まあ、グリーンベレーっていうんですけど、あとランボーとかね、まあ、それは地雷じゃないですけど、なんかちょっと線引っ張ったらピンズボーンとかなんかね爆発するとか、やっぱああいうなんかね、落としなんで引っかかったみたいなところはね、地雷はちょっとあるんですよ、極なんかね、本当に害のあるいたずらみたいな、ヒトラーの忘れ物でもありますよね、地雷が重なってたっていう、そうそうそう、2個重なってたっていうね、地雷が重なってるっていう話はね関してもあれもね、まあなんか底意地の悪いなんか人間観察学と言ったこれもね、いたずらなんていうんだからね、このね、地雷に関して言うと、もうなんか対人地雷とかに関して言うと、基本は踏んで、あやばいってことは多分ないんだよね、あれね、本当は踏んだら終わり、あだからもうそうか、その話したらとかじゃなくて、踏んだら爆発ってのはね、あんまり実はないんですよ、地雷は。だ人間対人地雷で言えば、踏んだ瞬間にすっ飛ばすのが一番効率的いいんだから、そうですね、うん、まあ、殺すためにあるわけじゃないんで、対人地雷っていうのに関しては、もう嫌がらせなんだからね、吹っ飛ばして殺しちゃったらもうそれ捨ててきゃいいことだけど、生きてればそのまま、よくある話スナイパーもそうですね、一発撃って撃ちましたらそれでなんか助けたり仲間が来るからまた撃てるしっていうこと、なんかそういうところも地雷のなんかすごく昭和なデビルッシュな感じが嫌な武器ですね本当に。だから本当は対物対車両であんまりその圧力解放式の地雷ってのはそんなにない、キャタピラ壊すとかそういうことですね、そうそう、もう触れた瞬間にボーンっていっちゃえばいいんで、対人地雷自体はもともとは戦車、対戦車用の地雷をそれを撤去する人を嫌がらせのために対人地雷とか、うん、で撤去しなかったことを言うと、地雷、対人地雷があるからなかなか近づけないって、それ嫌がらせなんですよ、だから基本的にそれを言ってるとね。でまあそのね、踏んだどうしようっていう関して、まあ、トラップとかね、
トラップに関しては結構荷物を背負ってるっていうことで、まあ、もしかしたら対戦車地雷的なものを荷物を背負ってるから作動させちゃったみたいなこともちょっとあるかも、まあ、必ずタイヤの圧力解放式の地雷がないってわけじゃないんだけどね、うんうん、でなかなか普通の中で言うと踏んだらおしまいスパーンっていっちゃうんで片足吹っ飛んじゃう、あの木製型の地雷で言うとドイツ映画でずっと見たかったやつで、なんか向こうではね DVD がね出てるの手に入れたんだけど、うんうん、結構ねこれはねあの懲罰部隊救急救死団みたいな名前の砲台なんかちょっとやってるんだけど、あのもうあの軍隊からパージされた連中が懲罰部隊が集まって、それでもう俺たちが大好きな、どうなんかグレン隊が地雷を撤去しろとか、あの全く護衛がない状態で単身敵陣に行けとか言って、どん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 すりつぶされてたんです。この中であの木箱に入ったあの地雷とか結構あの掘り出して、これでこうやって「うお大丈夫だふードッカーン」とかね。名前がかっこいいもんな。まあね、懲罰部隊系もね結構なんかあのまあエンターテインメントとしての男のロマンがいっぱいね。懲罰部隊が地雷を撤去してこうやって内部とか「カチッこれだ」っつってね。アウトローたちがどんどんやっていくっていうのはね。あとまあ爆発物でやっぱりね、俺たちクラシックなんか親父たちやっぱ恐怖の報酬っていうね、ニトログリセリンをあの石油の採掘現場で火事が起きて、爆風でその火事を鎮火するためににあの生のニトログリセリンをタロあのタンクあのトラックに乗せてガーッと走っていくという男たちの恐怖の報酬って。これも爆弾でそうか、そうそうそう、火を消す、そうそうそう、爆風で、爆風で、なるほどね。そこでこうやって揺らしたら、揺らすなよ、揺らすなよ、揺らすね、ドカーン。恐怖の報酬も楽しさなんだよね。そこが楽しいって。やっぱね、こういうのもなんか申し訳ないけど、やっぱりやばい、揺らしちゃいけないって、触れちゃいけないとか、そういうところの楽しさもね、ちょっとあるんですよ。なんかね、映画としてのね。あと俺たちが大好きなクレーモア、クレーモア、これはまあねこの中にヒトラーの中でできます。クレーモアが俺の中で初めて意識感の中で来たのはコマンド、コマンド仕掛けてましたけどね、だけどあのクレーモアはちょっといかがなものかと思うんですけど、クレーモアだって本来はあの指向性の地雷なんで、鉄球飛ばすとかそういうやつ、ね、そうそうそう、あんなカチッドッカンギャーとかいうことじゃないんで、あのものすごく景気よく建物が吹っ飛んでましたけど。あれそういうんだっけ、まあ、あれはあれで楽しいんだけどね。クレーモアとしてはこれがね。あとこんなのがあれかな、跳躍型の地雷ってのがあるんですよ。跳躍飛ぶ、うん、トリップワイヤーってあの罠線を引いといて、それに足引っかかるとピンって安全ピンが外るとシュポンって上に飛び上がってドボーンって鉄球を飛ばすやつがあるんですよ。跳躍型の地雷、これにもあの、うん、なんか出てましたよね。そう、S マインっていうやつ、S マイン系に関して言うと、これが、ちゃんと S マインを安くてブローンアウェイ、ああったこの中で、はい、スポーンと飛び立って鉄球を飛ばすのが、はいはいはい、このねブローンアウェイの中で出てきたやつなんですね。これはね、おおと初めて跳躍型の地雷が見れたと思って、俺がおお感動したんですか。よくないけどね。であと S マイン系は飛び上がらないんだけど突撃隊っていう、もう何回も戦争があるんだけど、スティーン・マックイーンが出る。この中で、この中では、ジェームス・コバーンが引っ張って、なんかこうやって爆弾を撤去して失敗してドーンチュドーンって爆発したんだけど、まああん中で出てくるちょっとこうやってねトゲみたいなのが3本ぐらい出てくるな。これは S マインなんですよ大体。それでその爪があって、そこで安全ピンがあって、こうやってワイヤー引っ掛けておいて、それがこうやってあの罠線に誰か引っ張って足引っ掛けたりとかなんか触れるとキュッとこの角が動くと、それでバカシュポンと飛び上がってボーンって、まあ、鉄球ばらまくのね。何かどの映画かは忘れたけど、この描写は結構いろんなところに見ますよね、こういうで罠線引っ掛かって引っ掛かったっギャーとまたね飛び上がって爆発するっていうね、鉄球をばらまいて、まあ、クレーモアのもうあの360度全周面に対して鉄球をばらまくのが S マイン、こう上がって弾ける、ボーンって爆発するってやつね。でその破片をばらまく映画で俺がありえねえと思って楽しかったエネミーラインね。エネミーラインの罠線に関しては完全なワイヤーですから、あれはエネミーライン、あの駆け抜けるところなんですか。そうあれね、スティックタイプなのかな、スティックタイプで罠線じゃないんだけど、あのここにあの木の棒があって切ってあってバスってこうやって突き立てられるスティックタイプのやつがあるんですよ。その中にこのこういうなんだろう、まあ缶というか、その中の爆発物がついて、それに刻みがついてて、で爆発するとその破片が飛んで相手を殺傷するっていうやつ。エネミーラインはでもあれですよね、そういう
表現ではなかったですよ、ね、それを俺はあれ引っかかったらもうやばいっていうのが分かったんだけど、もうそういう知識でエネミーラインみたいなのを見ると、うん、そっか走ればいいんだってしかもワイヤーが普通は見えないところにやってるのに見えてるというね、あの雨に濡れてこうね見える、いや太すぎないかこのワイヤーはと思って、それでいけーって言うけど思いっきり爆風かぶってるのに主人公は無傷ってすげーと思って、最初はなんか後ろの方だけだったけどだんだんあの爆風が追いついたと思って、これはアウトだろうと思うんだけど、あーすげーなこの地雷のテクなんか回避の仕方と思って、全力疾走すれば大丈夫、目から全力疾走すれば大丈夫って言ったのね。エネミーラインでもあれですよね、もう1個出てますよね、あの踏むタイプの、ね、あるある、なんか上官かなんかが踏んで、うん、助けてくれっつって足離したら終わっちゃうっていう、あれね、多分あれはもうあのあれ跳躍型だね、多分ね、あれもあ、うん、跳躍型はなんかあれはもう、あれはもうね、ある意味やった新艦が作動した後にパーンっていくんで、うん、うん、ちょっとまあそれは少し踏んじゃったけどどうしようってのはあるかもしれない、うん、なんかあの、うん、何でしょう、映画で言うとノーマンズランド、ノーマンズランドなんか踏んだら、ノーマンズランドで仕掛けてるのも跳躍型だったの、はい、あれはよくあるブービートラップ系で機体を動かして、それで圧力が解放された瞬間にシュポンって言って、はい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 、で周りにいる人間を爆破するっていうのから、まあだから、はい、あの現代型 の、 あの地雷、うん、ブービートラップ地雷映画、もうまさしく罠、そう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 、でやっぱあのアフガニスタンとかあっちの方も結構やっぱりねマイン系が多くなってるんで。アフガンレポートっていうダッサいタイトルで出てるんだけど、これはさっき言ったあの圧力解放踏んじゃったからどうしようっていう、これ前あのこれに関してはトラップっていう感に関しては踏んじゃった後動けないどうするっていう形の、まあ、話の時なんだけど、これは踏んだらどんどん爆破する地雷の件にみんなが巻き込まれて、うわ待てろよって言ってチュドーンチュドーンってみんなどん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 体がぶっ飛ばされてどうするって、でヘリコプターが来るとヘリコプターのローターで石とか転がってくる、やめろって言ってあそうかそうかアフガンレポートっていう作品で、これはまあもっとリアルな、うん、地雷原に行っちゃったらやばいっていうやつねという話で、このアフガンレポートやつも結構ねありますね、ヘリ近づいたらダメですよね、そう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 、あとはその圧力解放型の地雷で俺たちはダブルチームだよねもうね覚えてないこの十字架の下に地雷が埋めてるぜ戦えるが安くて、あのミキロがこういうカンフをしてくるんで全然覚えてないよそんなのあったかって、でデニス・ロットマンが、うん、お前が目印に書いた十字架写したぞ、カチッしまったってミキロがトラが話し合って、トラがガーッてトラに食い殺されるか地雷で死ぬかガーッて爆発する、全然覚えてないこれ最高ですね、やばいです、見直さないと、このね小さなクロスの下に地雷が仕掛けてるお前は無事で俺を倒せるかなって言ってで、デニス・ロットマンがその十字架の位置ずらしてたから安心して、あれですよ、ミッキー・ロークがこうやって戦ったらカチッあって踏んだって言ってダメだもん、ロットマンが変な格好したことしか覚えてないですわ本当で、最後はトラに襲われながらニヤーと笑って、あの地雷からこうやって足を離して爆発するっていう、そんな楽しい映画でしたっけ楽しい映画で、その後コーラの自販機で爆風から耐えるやばい楽しそうですね超楽しい映画だよ、全く覚えてないわもうこんなバカな地雷映画なかなかないからね、これはね、地雷映画としてカウントするんですね、これはあ地雷だから、地雷映画、地雷映画だからね、ああそうか、あとはそのね、あのハードロッカー系のその爆発物を、うん、まあそれをあの処理するっていうんで、爆弾の処理映画ね、まあ、町山さんとかが大好きなジャガーノート、まあはいはい、これはまあまあ名作ですよね、このね爆発物ね処理映画でね、これもねちょっと、もうこっちではソフト化されて、イギリスの方は、第二次大戦中はいろんなあの、爆弾落とすじゃないですか、爆撃、うん、爆撃して町を破壊した時焼き払う以外に、うん、次元爆弾、次元装置付きの爆弾を混ぜたりとかするんですよ。ああ、地雷だけじゃなくて、そうそうそう、爆弾が爆発してて、うん、で、あのデンジャー UXB ってな、まあ危険未爆発物ありますよっていう意味なんですよね。うん、で、未爆発物ってのは単純にあの不発になった爆弾もあるし、うん、あとこういった爆発物を処理する人たちを殺すための次元装置付きの爆弾もあるんですよ。最
最悪ですよ。さこれもさっきのジャガーノートとかさっきの、 あの地雷をこうやってね、あ、さっきの圧力解放式に関して唯一あるのは、うん、さっき の、 あの1個上のやつを外したらあの圧力解放されてピンって爆発するのは、うん、それは圧力解放式なんですよ、うん、そういう意味でやつか、あとあの1個あのこれも多分あのヒトラーの渡り物があったけど、地雷を1個引っこ抜いたらそこにワイヤーがついてワイヤーついてましたね。でワイヤーをスポッとくとあれドーンっての心の中に、ね、うん、あるんですけど、まあ、あの実際にこのあのそういったあの爆発物を処理する人たちを殺すため、うん、もっとはあのそういった爆弾がそこに落ちてる穴には大穴が開くんで大体分かるんですよ、爆発物、うん、不発弾があるっていうのに関しては。だけどそれが爆発しないってことはもうそれは不発になってるか、もしくは次元装置付きの爆弾なんですよ。あ、なるほど。だけどそれもさっきの言った通りその爆発しない爆発物がそこにあるっていうことにおいて、これはあの工場を爆破する以外にそれでその都市の人 の、 こうあの行き来、あと交通手段だったりとか、もしくは工場の近くにそれがあれば工場に直撃しなくてもそれがあるという一点において工場の操業をちょっと遅らせることができるよね。うん、だからで爆発したら影響が出るから結局爆発物は処理しなきゃいけないんです。時間かけてやるしかないっていう、ね、そうそう、やるしかないんで、それに爆発物を処理した人たちの、まあ、実際の話をドラマ仕立てでやったミニシリーズなんだけど、うん、でそれであの一般の人たちにデンジャー UXB っていう張り紙をする縦札があるのが UXB って地雷の意味、アンエクスプローデッドボムの話、うん、爆発してない爆弾がありますよって危険ですよっていう縦札のことを我々はデンジャー UXB っていうタイトルなのね。これをずっとやってる。でそれで新管をこうやって抜く、まあ、とあのいろんな器具使って抜くんだけど、うん、抜いた瞬間に圧力解放式であの新管が働いて爆発するとか。あの手この手であの笑っちゃうでしょ、なんかひどすぎて、なんかであの次元寝具タイマーがついて何十時間経ったら爆発するって、それで1個外すともう1個あるとかね。知恵比べそうそうそう、悪魔の知恵比べするっていうのがね、その話で。向こうの方で行くとこういったねあの実際の爆発物の処理のトレーニングビデオと昔フィルムを作られてて、そういうのもまあちゃんと探せば、まあ重要ですよね、うん、どうやってこの爆発物を処理するかってことに関して実際の訓練用のフィルムがあるんですけど、それも向こうであの頑張れば売ってたりするんで、これを見るとデンジャー UXB がもっと楽しく、あ、いろいろ頑張って本当にその通りやってるんだなっていうことが楽しく。このヒトラーの忘れ物でも最初の方で結構あの解体の仕方をなんか割とちゃんとやるじゃないですか。 あんな単純ですか？なんかこれだとなんかこう線を回して、まあまあ、あの処理自体はもうあんなもん新刊抜く、うん、ただ問題は線が線がつながったりとか、ああそうそうそう、そっか、持ち上げたらあの圧力解放式でもう一個地雷が下に落ちてスピンポーンっていうのね、この爆発物あれが入りだと、ちょっとした衝撃でさっきのあれで、おいこの後どうするって、ああちょっとこれ自由ね、国に帰ったらコンドーンってなね、これが新刊を抜いててもああいうことが起きると、まあ何が起こるかね、まあ爆弾ですからね、うん、からそれはね、うん、いろんなものをプロじゃないからね、うん、あんな山積みに するなって感じ、まあ、俺は言いたいけどだからね、あんなにそうあの綺麗に並べて置いておいたのに積むときは雑っていうね、そうそう本当は発見されたものに関してある程度固めたらそこで、あ、もう全部爆破処理をすべきなの、ああいうことさせるのがそれはもう失敗だから、あそこらもひどいんだよ、だからね、やり方が、うん、全く考えてない、うんうん、あとはね、これはもう向こう足はね NHK ビデオで、ソフトも出たんだけど、これは戦後のドイツで、あの、うん、荒廃したドイツに帰ってきたドイツ兵たちで爆弾処理も訓練してるやつらが、うん、あの自分たちの国の、ね、連合国が落とした爆発物をそいつらが高級、もうお金は何にもないから、夢も希望も何もない、お金もないんで、うん、連合国のやつらが、あ、爆発物処理するならお金払うよって言って、そのお金に群がる、まあ、恐怖の報酬系だよね、うん、そこのためにこうやってお金が欲しいからとか、それであの自分の人生を重ね合わせながらこうやって、まあ、爆発物を一個一個処理していくんだけど、一人一人死んでいく。でしかもそのギャラが面白半分で、一人死んだら生き残ったやつにどんどんそのお金が集まっていくやり方でやる、それでお金をレイズ上げていこうぜってやったら、一人死んで二人死んでって、だんだんとそのレイズされてるお金が集まってて、最後残った男たちがどうするかみたいなプレッシャーがもうすごいそういうあのね、地獄への秒読みみたいなタイトルなんだけど、でも Ten Seconds to Hell っていうのがね、ちょっという感じで、あの戦後ドイツを舞台に爆発物を処理する男たちの話。まあでも悲しいかな、爆弾ってそういうのに超向いてますよね、お話作りに関してね。そうそうそう、さっきの、このね、デンジャー UXB 絡みで言うと、うん、この世界の片隅にで、
まあ見てるんだっけ。あ、見ます。はい。途中で爆発する、うん、あれは次元装置付きの爆弾です。タイマーがある、タイマーがあるやつは、あれタイマーがあるって聞いたけど、ドーンっていうのは、あれの嫌がらせ爆弾です。だからこれも結局だからあれも、日本の場合はもうあんこんな状態のイギリスみたいな組織だってやってるとはとても思えないんで調べてないけど、あれはどう考えてもあの近づくなってことしかないんですよ。近づくなってことは復旧作業はできないんです。だから結局あそこで、そうですね、だからすごい悪質なんですよ。だからこの世界の形の次元爆弾っていうのに関してはね、次元新幹付きの爆弾っていうのはね、でそういうところ何も知らない人間がズドーンって巻き込まれたりとか、あと大丈夫かなと思って家財道具をこうやって取りに行ったりとかしたら、それで巻き添え食うわけです。だからこれは本当に嫌がらせですよね。復旧作業を遅らせる、だから普通の爆弾で燃やした以外にそれ をバラなんか適当にそれを混ぜることによってもう怖くて復興ができないんですから、それで、復旧作業ができない。都市機能とか工場の操業とかどんどんそれで遅れるって。あと嫌いに関してもアメリカバラバラまいたんで、末期に関しては、あ、嫌いね、でしかも嫌いに関してはね、どっちかというともう日本が負けることを見越して次元装置付きの嫌いを混ぜたみたいで、時間が経ってなんか戦争負けた後にこれが、まあ、勝手に爆発するから普通に船とか占領した後も普通に港が使えるだろうということで、何年か前に日本でもあの嫌いの撤去した時ニュースになったじゃないですか、見た目は最高なんですけどね嫌い映画もね結構あるんだけどね、だからいろいろあるんだけど、嫌いがこうやって漂ってきてこうやって棒でこうやってついて触れないようにっていうと、ああ寄ってきたチュドーンってもう結構あるんだけど、何本かね嫌い映画っていうのがね嫌い映画細分化されますね本当にまあ、戦後に関してはまあ、ね、朝鮮戦争の時も日本人が嫌いのね、あの総会に関してはもう駆り出されたりとか言って、まあ、そこで戦後で実際にはあのこうもう今はもうね普通に認められて、まあ、文献では出てくると、まあ、そこでまたあの戦死してる人が実際にあの太平洋戦争が終わった時に、戦死してる人がまたいるけどね、朝鮮戦争からみたいなね、あとはまあこうタイトルがね本当わかんない、 YouTube でたまたま見つけて、なんか売ってるの見つけたからって、全然タイトルもわかんないだけど、ボスニア・ヘルツェゴビナを舞台にした地雷撤去する映画もあります。あ、映画なんだ、ちゃんとこれも映画、まあ、三角関係を絡めながらと、まあ、これに関して言うと、もう本当にあのボスニア・ヘルツェゴビナってもう、町からちょっと離れた森のところで、もう本当にあの跳躍型爆弾とかボンボン埋まってるんだなという怖さ、でその、ところであの仕事として、まあ、あのその地雷撤去をする人たちの若者を主人公に、まあ、三角関係の青春ドラマみたいなことをやりながら、最後は、暴れん坊の男と仲違いして、あの最後は地雷でその男が死ぬっていう、テイって切られて、あ助けてくれテイって言ってチュトーンバッドボイズ2みたいな終わり方ですね最後のなかなかねすごい映画になりますのでね。あとはまあ、原始的なね地雷というのは、南北戦争の時代から地雷らしきものはクレーモアみたいなのが実はあるんですよ。穴ぼこのところに、まず石とか金物とか適当に入れて、そこのところに爆弾を見といて、それで敵が近づいてきたら点火してボーンって爆発する、これね、まあ、物を飛ばす、指向性地雷のこう走りみたいなのが、この、戦場のレクイエムってところでは、ドラム缶の中にそのもの詰めて、これで敵が近づいてくるで発火してボーンってこう敵をなんかやっつけるっていうのがあるんで、あ、まあ、そういう意味も結構、あとはこれはお約束のこうやって地雷を踏んだら動くなっていうところで、ナイフ靴底のところに銃剣を刺して、それであの圧力をこうやって解放しないでこうやって押さえつけて、あのそこから脱出するっていうね。一時期は石系があったんですよ。ありますね、このずらしてる動けその石系の他に銃剣系なんかあるんですよあの靴底のところの足と靴底のソールのところに銃剣を刺して、それで重しを乗せて、それで無事にそこから足を抜くっていうやり方。そんなんでもいけんすかね。だってまあ理屈から言えば体重に変わるものを乗せなきゃいけない。そうだから両端に置けばいいってこと。ああなるほど、なるほどね。それで靴ブーツを全部あのナイフでこうやって全部カットして足を上から抜くっていう。だからあの地雷のエスケープ方法のもう一個の銃剣系、ナイフ系石系とナイフ系がメインなんで面白いな、そうやって考えると。石系ナイフ系が俺の中で今のところ、まあ原始的な踏んだ動くな系では2強あとは一気にジャンプしろ系ね。どうするんですか。だからジャンプスピョン。ああそう、
離れるってこと。離れる瞬間的に離れる。そうそう、リーサルウェポンはそこに爆弾系に液体窒素系なんですよ。あ、液体窒素でこれで1秒か2秒ぐらい爆発が遅れるから 1,2,3 なんですよ。なんかよくね、爆弾解除で液体窒素使うとかありますよ。あれで遅らせる、新艦の発火を遅らせるんで、その間に逃げろ系なんですよ。ああ、なるほど。それもう一個だから、これはどっちかというと爆発処理系の、うん、まあちゃんと設備がある系の。そうですね、うん、準備していくやつですね。そうそうそう、うん、いう感じですね。まあだからそれ主にそれだね、あのそういう設備が訓練もない人間やるのは石ナイフ、ジャンプジャンプ屋ですね。ジャンプ系はね、さっきのトラップかな。トラップはもう一個ジャンプ系なんだけど、あのネタ言っていい？あのゲリラが襲ってくるんだけど、ゲリラを自分の目の前に立てて、そいつを盾にして足を離す。あ、なるほど。一か八かだけど、まあそやると盾があるんですね。そうですね。これね、なかなかね、あるんですよ、いろいろとそこら辺もね。あとまあ、まあもう大体話が出ることで言ったんですけど、あとはあのハートロッカー系 の、うん、あの即席の爆発物を処理する人たちの、コメディシリーズ、イギリスのねあのブルーストーン42というやつもありますんで、まあ、第3シーズンぐらいまで出てますんで、うん、爆発物をコメディシリーズって書いてあります、ね、コメディシリーズってありますんで、まあ、あとは対爆スーツっていうのがね、ハートロッカーでありますけど、まあこれはね、みんなこれもうね、見た方で、数少ない見た方でしていたら、うん、対爆スーツっぽいものが見たいけど、一番古いのはこのスカイパニックっていうね、映画なので、まあ対爆スーツね、誰が一番最初なのかってちょっとね、知りたいんで、ちょっとこんなワーッとしてるそれのね、すごい初期型っぽいやつが出てくるんで、まあこれもね、まあなんかもっと詳しい人がいたら、対爆スーツがいていつぐらいからこのドラマに登場するのかの話をね、ちょっとある方がいたら教えてほしいな。あとまあ、 あの爆発物を見つけるっていう意味では、これもね、あの犬が爆発物を見つけてっていうのも、うん、まあ結構向こうの映画でちょこちょこあったりするんで、マックスっていう映画もありますけど、まあその中で地雷とか IED を見つけてっていうふうなんでしょう、うん、まあこれに関してもやっぱ犬が爆発物をこうやって検知するから、スナイパーは犬を狙ったりするのね。それもなんかちょっと嫌、胸が、ね、ちょっと胸が痛くなるような話なんですけどね。まあちょっとそうやって、まあいろいろと爆発物ものに関してはいろいろありますよと。まあご紹介するだけの回です。はい。まあ楽しいですね。カントーン。まあ、けどそういったね、あのなんかちょっと嫌だなっていうバックボーンをねしてしまうと、なかなかねちょっとそういうことは言えないんですが、まあちょっとっ映画の中の爆発物はなかなか楽しいなってね、罠に引っかかったら大爆発、踏んだら大爆発、あくまで映画の中のそういうエンタメ的な思考でっていうことです。動くな、これでやればもう一歩カチンドーン解除できませんでした。ついつい笑っちゃうんだね、うん、本当ね、このヒトラーの忘れ物 あの誤爆シーンは、あの不意をつかれて笑ってしまったっていうこれね、爆発物のなんかおかしいとこなんだよね。何なんだろうなね、ついつい笑ってしまう、ついつい笑っちゃうんだよね、爆発物系はね。あ、まあ、もうちょっとね、まあ、面白いって言っていいか分かんないけど、まあいい映画ですね、面白かったですね、うん、けど、まあ、あのしっかりとね、いろんなタイプの爆発物を見せるんで、ね、まあ、そういうね、爆発物フェチの中でまたたまらない映画になってますんで、うんうん、ただまあ実際の地雷とか爆発物はもう本当にもうろくでもないもんなんで、はい、はい、ということで、まああくまでもエンターテインメントとしての地雷爆発物系は最高って話をね、はい、あのさせていただきました、はい、はい、ということで今回は、まあ、いろんなヒトラー忘れ物を忘れ物を代表に、まあ、いろんな爆発物映画を、まあ、振り返ってみましたということで、はい、どうもありがとうございます。